おざす。おざす。誰ですか？なんかちょっとライブで見たことあるような気がするんですけど、どちら様ですか？特殊部隊のやつです。特殊部隊なんすか特殊部隊？不動産営業とかやってました、はい、今日は呼び出してごめんね、うん、そうですね。ドバですか？ドバです。ドバなんかあれですか？例のドローン親父が、はいはい、またサボってるんですか？サボってます。またサボってるんですか？それを動画で面白おかしく皆さんにお伝えしてほしいなと思って読みました、はい、なんかあのあれですね第一形態のマジブみたいなチョコになっちゃえ。おー嬉しそうですね。なんか嬉しい、まあ、やっと出れたって感じですね。やっと出れた。特殊部隊だったんでね、はい、あまり非公開やったんで。そうっすね。もうこれからバンバン出ていきますんで、はい、お願いします。お願いします。サボりなんですか小林さん？まあ、あのサボりではないけど、はい、サボりはね。何やってるんですか？何をやって？もう携帯に向かって独り言言ってます、はい、え、はい、いよいよ始まり、いよいよいよここに始まり、ここ来てます。いよいよですか、はい、マジですか？サボってるってか、それ言い過ぎよ。編集長言い過ぎ。あ、すいません。ちょっと緊張するわ。もぞもぞしてしまう。もぞもぞ。いいんじゃないですか。初めてやから。もぞもぞしてしまう。いいっすよ。もぞもぞしてまう。キャラ濃すぎる。行こう。レッツゴー。行きましょう。レッツゴー。張り切ってます？張り切ってるよ。もしかして。張り切ってるよ。張り切ってる、張り切ってる。ああ、詰め所の中いるんですか？これも映ってんの？ずーっと一人言言ってるから。やばいですね。やばいよ。いよいよですか？いよいよ来てますよ。大丈夫ですか？これ社長に言ってもいいんじゃないですか？とりあえず社長のお母さんと社長に確認してから社長に言おう。ああ、確かに。何をしてるか。そうですね、うん、だから読んだよ、うん、これを見てほしくて。わかりました。動画に押さえてほしくて。わかりました。これおっさんだけど知能指数が小学生と変わらんもんで。なんか言ってます。小学生と変わらんですよ。電話してる。この動画見てください。ポンコツアイズで検索したら多分私の動画が見えますので、一遍見てください。よかったらいいねもくださいね。いいね求めてるよな。何何してきた？おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、面白いですよ。こういう若いこと喋っとるとなんか生き生きしてさ、テンションがものすごい上がってくるんですよ、私。ありがとうございます。ええ、もう私、この70だけど、もう、僕がもう例えばあなたと同じぐらいの年代だったら、多分私、あなたを10秒で口説き押さえる自信ありますよ。またね、ありがとうね。こんなおじさんの相手してくれてありがとうございます。はい。何やってるんですか？なんか口説いてませんでした？おい、よく口説いとるからな。口説かなかんはさ、俺今でもお前付き合うのは目立っちゃうから。面白いやろ、これ。取れ高あるやろ。なんなんですか？何やってるんですか？俺？はい。わからん。もうボケ取るもんでわからん。ただ、何これって思ってる。どういうことですか？17ライブっていうやつを、うん、はい、あのポンコツ親父さんにやってもらってます、うん、ドローン親父、あ、はいはい、社長の親父さんに、はい、じゃあ女の子を口説いて口説いて面白かったからちょっと今すぐ来い言うて、はい、実は呼びました。あ、そういうことですか。え、ヤスさんどういうあれなんですか？なんで僕はこの17ライブ の、はい、あの事務所を今回塗り替え道場で建てたんで、その責任者任されてます。はい、あ、そういうことですか。はい、で、まあドローン親父こと社長の親父さんが、はい、とりあえずやってみようということで、うん、やってもらったら、はい、女の子と話して生き生き元気にしゃべるんですよ。俺若い女の子だとすごいテンション上がるの。楽しくて楽しくても。
もう何十年ぶりだな、こんな気持ちなんか一人ごと喋ってんなと思ってたら、なんか女の子くどいてましたもんね。そうそうそう、俺僕ちょっと思ったんだろ、そうそう、どうしたらくどいてました。僕はまだないと思う。いや、これ読んで正解やと思うよ。朝の5時半ぐらいから、うん、今までやってるんやけど、うん、ずーっと女の子くどいてるから、これは YouTube で宣伝したら面白いぞと。え、なん5時半からやってるんですか？5時半から今日やってる。5時半からやってるんですか？5時半からやってる。朝の5時半からやってる。マジっすか？今日初めて配信して、はい、70歳ライブ配信についていけるかと、はい、やってみたら、はい、逆に使いこなしてて、これはすごいぞと思っても早速動画にした方がいいと思って。そういうことですか。はい、水木さん、エールありがとうございます、はい、本当はもっとあの慣れてから、はい、あの動画にしたかったんですけど、はいはいはい、ちょっとこれは撮れ高っていうかあるかなと思って、まあ、そうですね、はい、ちょっとビビりましたけど、で僕の紹介も兼ねてやってもらいたかったんで、まあ、初ですもんね動画、はい、株式会社七色塗り替え道場は17ダイブと提携して、はい、ダイバー事務所設立しました。おお事務所です。事務所ってなどういうことですか？ライバーさん、まあ言うたら配信者様を、はい、もうおやすさん配信者、配信者、俺配信者、配信、まあ、YouTube で言うたら、はい、YouTube で動画を投稿する人は YouTuber、あー、はいはいはい、これライブ配信で一夜ライブで配信する人は、はい、あのライバーっていう、あ、なるほど、まあ、ライブとか ニコ生とかもそう、あ、はいはいはい、ライバーって言われるけど、はい、そういうので17ライバーを今回募集してます。あ、募集してるんですか？募集してます。ちょっとやめてくださいよ急に。いきなり募集動画に変更かな。あ、募集してるんですか？あ、誰でも別に、誰でも全然、男性女性、はい、おじいちゃんおばあちゃん関係なく、はい、誰でも行けます。感想聞く、感想どうですか？ 初配信。いや、俺はこれ志は高く持っとるので、はい、世界ナンバーワンなのか。無理だ。世界ナンバーワン。でこのために俺わざわざ自分でやってこれ2ブロックで買ってきたかった。はい。2ブロックしてた。あ、それ2ブロックなんですか？逆ちゃうっすか？逆ツーブロック、ね、逆っすよね。そう、逆ツーブロック。え、これどっちが出てツーブロックじゃん。あ、それツーブロック、多分ツーブロックっすね。ツーブロック、これでも一応ツーブロックじゃないですか？ここ逆っす、逆ツーブロック。事務所っていうのはなんか誰でも別に入れるってことなんですよね。誰でも別に、ライブ配信してみたいよって方いらっしゃったら入れます。え、じゃあこれの、あの動画の視聴者で配信やってみたいよって人でもいいんですか？ぜひぜひインスタ公式から DM ください。はい、あ、それでも入れるんですか？入れます。マジですか？基本的に誰でも OK です。あ、そうなんですか。はい、壁は全然ない。誰でもどこでも配信できるんで、はいはいはい、はい、ちょっと自分の可能性にチャレンジしてみませんか？一緒に最大限のサポートします。なんかぜひお願いします。なんかわかんないですけど、はい、なんかうさんくささが出てますよ。え、ヤシさん、どう見ても真面目やん。どういった真面目ですね。真面目ですよ、はい、なんかちょっと なんですかね。ちょっとお腹出てるからかな。そうですかね。まあ、17ドリームです。17ドリーム、あ、お金ももらえるんですか？配信してて。そうですね、基本的に投げ銭アプリなんで17ライブは、はい、うん、YouTube で言ったらスーパーチャットが常に入るみたいな感じで、はいはいはい、いい時もあれば悪い時もありますけど、はい、頑張ったら頑張った分だけ評価されるライブ配信業界だと思います。あ、うん、投げ銭、ああ、そういうことですか、うん、投げ銭でブワーって盛り上がるみたいな感じ。盛り上がるっす。へえ、それ僕もできるんですか？できるっす。マジですか？次回予告、伊藤編集長17ライブデビューします。でも需要あるんですか？だって逆に僕みたいなモブキャラみたいなやつ。ゲーム得意やったんちゃう？あ、ゲームはします。ゲームライバーとか一夜ライブに結構いてる。あ、マジですか？ゲームライバー、歌ライバー、はい、ゲームライバーはその名の通りゲームひたすらする。あ、はいはいはい。歌ライバー、まあ歌って雑談したり、はい、まあ歌う、あ、 歌が得意なライバーさん、はい、あと、まあ、アニマルライバーって言ってて、
動物、まあ、自分の顔を出すのが苦手な人は、はい、あの動物ペット、まあ、犬やったら愛犬飼ったらワンちゃん移して、はい、自分は、まあ、今の伊藤君のポジション編集者のポジションで、はいはいはい、カメラの裏で喋るとかがアニマルの台は、うん、あ本当に YouTube のなんかジャンルみたいな感じで、そう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 、もういろんな配信スタイルあるんですよ。今人気なところで言ったら農家さんが農業作業、はい、垂れ流しにしてたまに喋ったりとかしてるところが結構バズってて、うわそうなんですか。今若者に農業盛んに取り組んでって、はい、うん、やってるから、いっちゃんライブ頑張りましょう。頑張りましょう、はい、細かいことは公式のインスタにあの更新してっていうんで、はい、見てください。はい、ぜひ見てください。これ何ですか、おーいみたいなやつ、えおーいみたいな手、このおーい、聞いてんだー。それは何ですか、癖なんですか、それも。癖、だから手振り癖はない癖なんですか。これぐらいでっかいのとか、あやるときでっかいですよ、はい、そんな感じで癖をな、まあ、手動かして喋ってお願いしますか、うん、チャンネル登録いいねお願いします。また見てねチャンネル登録お願いします。